海外の反応を見てみると、日本で生活していると自分が生まれ育った環境が当たり前じゃないってことに気づかされる。また、実際に生活していても、日本人でさえあんまり知らなかったことも掘り出して、いろいろと伝えてくれるのが嬉しいものだ。しかし、日本人とは違う外国人の視点には、いろいろ学ぶことが多いのも事実である。では、どうぞ。今回は、人を引きつけてやまない日本での1週間という映像からで、そのタイトル通り、1週間の日本滞在期間中に、東京、奈良、大阪、京都、姫路などで撮影された映像が、主に日常の光景を中心に映し出されています。2016年は、過去最高となる2400万人の外国人が来日し、YouTube 等に、和日本旅行の映像が数多く投稿されていますが、そのような中で話題の動画の一つになるということは、それだけ外国人の心に訴えかけるものがあったのだと思います。映像には、様々な国籍の方からコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本に去りたい。そしたら、もう二度と故郷には帰らない。メキシコ。8週間の日本旅行から帰ってきたよ。この映像を見ると涙が出てくる。だって、ここには美しい真実があるんだ。I love Japan。スイス。日本、いつか必ず行くから待っててくれ。イタリア。シンプルでいいね。美しい映画を見てるようだった。マレーシア。日本は一辺の詩だな。アメリカ。世界で最も矛盾を抱えた国は日本だと思う。過去と現在が同じ割合で均衡してるんだ。独特であるが、故に国としてある忌み孤独な存在ながら、そこに安定がある。それは文化や民族のアイデンティティにも言えるね。うん、日本は矛盾を抱えた国だ。それはこれからもずっと変わることがないと思う。ブラジル。日本に戻ってこい。映像のすべての瞬間が、俺にそう語りかけてる。ポーランド。僕の映像が取り上げられていることを誇りに思うよ。そして、もう、すでに日本に戻りたくなってる。動画制作者。日本は魔法にかけられてるわね。今でも、日本は私にとって夢の国。リトアニア。日本に心を盗まれてしまった。国籍不明。日本に恋をしないなんて不可能だと私は思います。フランス。美しい。日本の神秘性はすごいと思う。ポルトガル。いつか私も日本に住める日が来るといいなぁ。パナマ。日本にはほとんど犯罪がないって言うよね。アメリカ。日本の自然は素晴らしい。だけど都市部は僕には人が多すぎる。カナダ。日本はあまりにも美しい。日本から帰ってきてからもう1年経っちゃうよ。フランス。素敵な映像でした。でも何とも言えない寂しさを覚えた。シンガポール。桜とお寺の組み合わせは正直過大評価だった。ずっとお寺を巡ってると飽きてくるんだよ。なんだかんだ秋葉原みたいな場所が楽しい。チリ。平和な雰囲気に胸が締め付けられる。いや、悲願でるわけじゃないんだけどね。トルコ。日本で暮らせてる人たちがすっごく羨ましい。カナダ。日本に行くと毎回心臓の鼓動が速くなるんだよね。多分、日本に行った人は誰でもそうなると思うけど、それは日本に恋しちゃったサインだよ。タイ。確かに、日本には強力な磁石のような時期がある。レバノン。日本の魅力は東京だけじゃないってことを他のみんなにも分かってほしいな。フランス。本当に綺麗な映像。私がずっと日本に抱いてきたイメージと日本で印象に残った光景がそのまんま映ってる。スペイン。日本。君はなんて美しいんだ。カナダ。普通語。日本。私完全にホームシックになってる。スロベニア。ここにも同じ症状に苦しむ娘がおります。スイス。ユーたち、
日本来ちゃいなよ。パーティーして、ワインと一緒にナポリタン食べて、映画でも見ればまたハッピーさ、日本在住。知れば知るだけ、もっと興味が湧く国だよな。イスラエル。俺は日本人じゃないのになぜか、こういう映像を見るとホームシックになる。イタリア。日本に行くのか、それとも日本に帰るのか。僕にとって、どっちか適当な言葉なのか、ドキドキわからなくなるよ。ドイツ。なんて綺麗な国。誰か、私をあの国に運んでおくんなまし、オーストラリア。世界で最も魅力的な表情を持つ国、日本。ブラジル。短いけど、日本旅行へと背中を押してくれる映像だね。私は、料理のためだけにでも日本に行きたい。ドイツ。日本が1週間じゃ足りないよ。もっと長く日程をとって、いろいろな場所に行った方がいい。田舎から大都市まで、とにかくいろいろな場所に。ドイツ。日本に行って、見て、触れられたら最高だろうな。ロシア。私も日本に行きたい。ただ旅行するんじゃなくて、日本という国や日本人から、いろいろなことを学び取りたいの。アルゼンチン。確かに、外国人の方の言われるように、この日本には、素晴らしいものがあるが、時代とともに変貌してきているのも事実である。特に、隣人との関係、人と人との関係は、IT の浸透とともに、日本の姿を変えつつあり、とても寂しい一面もあるような気がしている。